さあ、それでは6位です。6位は2月1日に放送されました WBO 世界にスーパーバンタム級のタイトルマッチです。ジュニア・ジョーンズ対前 IBF チャンピオンのケネディ・マッキニーの一戦です。これ試合前ご覧のように顔を合わせることはしませんでした。ケネディ・マッキニーです。浜さん、この辺りからもう何かこう予感がありましたね。この辺りから駆け引きなんですね。相手のペースになってたまるかというような駆け引きですね。まあ、マッキニーは王座返り咲きになるかという試合です。返り咲けば3年4ヶ月ぶりの王座で、ジョーンズは2度目の防衛戦でした。場所は MSG マジソンスケアガーデンです。ニューヨークはマンハッタン。試合はですね、これからご覧いただくように白のトランクスのチャンピオンジョーンズが、まあ、序盤あのいい出だしで一方的になりつつあったんですよね。なるかなと思いましたね。ところが意外な展開になります。これは衝撃的です。ジュニア・ジョーンズはおなじみのように2階級制覇のチャンピオンであります。ポイズンというニックネームがついています。ジュニア・ジョーンズ、まあ、毒という意味なんですが、そういったものをこの序盤は発揮していました。この挑戦者のケネディ・マッキニーをコーナーで勇気づけます。そしてこの3ラウンド目です。ポイズン、ジュニア・ジョーンズのいいパンチがあります。まあ、連打によりましてこれダウンになりました。その1ラウンド目からの流れがあるんで、はい、このまんま終わってしまうのかなという予感はしましたけどね。まあ、軽量級のハンズと言われたこともあります。このパンチ力があります。ジュニア・ジョーンズ、この辺りから何かこう相打ちが、ね、多くなり始めましたね。これ当たった方が倒れるぞという雰囲気ですね。まあ、ジョーンズとしては強気に倒しにかかってるわけですね。まあ、相手効いてるの分かってますから。さあ、そしてこの4ラウンド目、壮絶なシーンが出てきます。赤のトランクスがケネディ・マッキニー、そして白のトランクスがチャンピオンのジュニア・ジョーンズです。ここでチャンピオンがご覧のような体勢になります。この辺りがもう勢いがなんかやっぱり原田さん変わりましたね。ちょっと聞いてみてますね、うん、はい、見事なカウンターです。抜群のカウンターですね。今のは相手の右に対して右のカウンターですから。これでレフリーが止めます。足に来てたんですね、足がついていきませんでした。まあ、これから見るとパンチある選手は最後まで諦めちゃいかんなというふうに思いますね。3年4ヶ月ぶりの王座復帰でありますケネディ・マッキニー。続いては第5位です。ご覧のようなカードになります。ライト級のこれはノンタイトル戦ですが、素晴らしい試合でした。アルスロ・ガッティ対アイバン・ロビンソン、共にアメリカ人同士の一戦です。アルスロ・ガッティというのは元 IBF ジュニアライト級の王座です。現在はスーパーフェザー級と称していますが、そしてアイバン・ロビンソンは、フィリップ・ホリデーの IBF ライト級に挑戦したことがあります。この時は判定負けしています。この2人壮絶な試合を展開するんですが、実は友人であります。私生活では非常に仲のいい2人、その2人がノンタイトルですごい試合を展開しました。もう1ラウンドから浜さん、こういうかなりの打ち合い、1ラウンドからラストラウンドまでと言っていいでしょうね。これはこのクラスで の, あの浜さん生き残り戦だったんですよね。そうですね、やっぱり、まあ、友人とはいえ、生活かけて夢かけた試合ですね。今攻撃しています黒のトランクスがアルソロ・ガッティ、強引なアタックを売りにしています。ファイターです。ガッティはですね、はい、IBF の、スーパーフェザー級チャンピオンでですね、その、まあ、強気の攻撃は売り物ですよね。ただしややディフェンスの甘いところがあると。で、逆転 KO も多いですよね、
だからこの試合は強引に攻めますか打ちつ打たれつの激闘になりましたね。ハードファイトでした。第4ラウンドです。このラウンドにダウンがあります。青のトランクス、スピードがあります。アイバン・ロビンソン、時折サウスポーにスイッチなどもします。アイバン・ロビンソン、そのロビンソンがダウン。浜さん、しかし今のあたりは落ち着いてましたよね。そうですね、まあ、そういった面では、まあ、ベテランらしいところもありましたね。反撃に転じます。第6ラウンド、こういうの見ると本当にお客さんは盛り上がったでしょう。そうでしょうね。ただですね、両選手の身内はですね、まあ、見てられないでしょうね。こうやって我々でさえ見ててもお前たち体大丈夫かよと思いたくなるような試合ですからね。ガッティっていうのはですね、勇気のあるいい選手なんですけど、ややディフェンスに難がありますね。だから自分の強打を生かして勝った場合にはその強さっていうのは印象付けられますけど、はい、だからこういう後手に回る姿勢になった時にですね、逆にちょっと脆さを見せますね。インサイドからいいコンビネーションを見せます。ロビンソン、これがラストラウンドです。ノンタイトル戦ですから10回戦です。先ほど浜さんが言いました通り、1ラウンドから10ラウンドまでこの戦いを続けました。まあ浜さん、ノンタイトル戦としてはもう稀有なぐらいも壮絶という言葉がね、ノンタイトル戦ではこれ歴史に残った試合でしょうね。試合は結局スプリットデシジョン2対1でアイバン・ロビンソンが勝利しています。これは素晴らしい一戦でした。そして第4位にランキングされましたのが WBC の世界ヘビー級のタイトルマッチです。これは6月6日にオンエアされました。ルイス対ブリッグス、観衆は9000人と発表がありました。アトランティックシティのコンベンションセンターです。チャンピオンルイスにとりまして3度目の防衛戦、左側がルイスです。右側が世界初挑戦のブリッグス。これはですね、浜さん、はい、1ラウンドに意外なスタートを切るんですね。完全なルイスの楽勝だと私は思いましたけどね。ところが油断なんでしょうか。黄色のトランクス、ルイスをご覧ください。青のブリックスが攻め込んでいきます。この第1ラウンド、もう予想しなかったですね。これはヘビー級わからんなという状態の時ですね。これが1ラウンド、特にパワーが残っている時ですから、ああいう対戦になりますと一気にいきます。これがまたいいのが、走って追いかけて薄いようなところが、これがヘビー級って感じしますね。この辺りは最近その当時好調だったバスター・ダグラスとの話もありましたレノックス・ルイスなんですが、このブリックスを選びました。ところが第1ラウンド、このスタートです。このブリックスの方はですね、ジョージ・フォアマンにですね、まあそのロングを呼ぶ判定とはいえ一応勝ってますからね、はい、ところがやっぱり一発が当たりですと、さすがレノックス・ルイスであります。結局あの1ラウンドだけだったんですね、ブリックスがいいシーンを見せたのは。そしてまあやっぱりルイス、右さえ当たればというのがこれなんですね。まさに打ちのめしました。この第4ラウンドは2度のダウンがあります。まだもう狙い撃ちです。前の状態が悪くても右さえ当たれば全部帳消しにしてしまうのがルイスですね、はい。まあ、ルイスはアンドリー・ゴロタですね、1ラウンドでフィニッシュして、そのやはりパンチの強さっていうのは定評あるんですけど、まあ、この試合なんか、まあ、勝ちましたけど、やはり不安定さっていうのがありますね。試合はこのラウンドで終了します。重たそうなパンチですね、浜田さん。だから右さえ当たれば言うことなしと、
ということはですね、逆に当たらなくてはどうなのかっていうのがありますね。この後もう連打になります。そしてレフェリーのフランク・カプチーノが止めに入ります。まあ、というよりもこういうシーンになりましたので、いいチャンスだったという感じで止めました。ということで第4位はヘビー級のルイス対ブリッグスでした。はい、ここにも友人同士のサバイバル戦ありと、ね、いろいろなドラマがありました。やっぱりヘビー級というのは見応えありますね。さて、今度は小泉さんから伺いましょう。小泉さん、今の、まあ、通したりしてどういう印象を受けましたでしょうか。6位5位4位、やはりですね、その軽いクラスも重いクラスもですね、やっぱり攻撃と防御のまとまりですね、はい、これが大事ですね。例えばアートロガッティ、これは非常にそのハートあるパンチャー強い、まあいい選手ですけど、ディフェンスが、まあ、おそ松って言ったらなんですけど難がありますよね、はい、だからこれその強打者あるいはそのアイバン・ロビンソンのようなテクニシャンと戦うとですね、当然ガッティの方が有利だと思われた試合をこれ落としてしまうと、うん、それからレノックス・ルイスもそうです。これ楽勝すると思われたんですけれど、その結構相手のパンチを食ってしまうとか、はい、だからそこでですね、やはりいい選手っていうのはですね、まあ、スーパースターって言われる選手はやはり攻撃力だけでなしにですね、ディフェンスもやはり優れてないとそのスーパースターの地位を保てないですね。浜さんどうでしょうか。まあ、今言ったガッティの試合あたりになると生き残る戦ですよね、その場合にはタイトルマッチじゃなくてもああいった歴史に残るような試合できるんだなというふうに思いましたね、あとやっぱり、ルイスのボクシング、はい、ヘビー級だなと、もう一言で終わってしまいますね。ただですね、相手ブリックス今回やっぱり役者的に1枚劣ってるというのは否めなかったと思うんですけれども、まあ、それにしてはあの1ラウンドがあったからこれ多分ここまでのランキングに入ってきたと思うんですよね。まあそうでしょうね。まあそれからするとヘビー級の場合はパンチ力があれば、はい、ブリックスは全体的には安定はまだないと思うんですね、ただパンチ力さえあれば、ああいったチャンスも生まれるというのがヘビー級だろうというふうに思いますね。ということで、まあね、いろんなご意見があると思いますけれどもね、ワウワウがこの1年に放送させていただいた中から選んでおりますので、はい、まだおそらくですね、素晴らしい試合があると思うんですよ、全世界には。そうですね、全部はピックアップできませんのでね、はい、ご覧のような4位までのランキングになっています。はい、